龍眼ドライチ食べていきます。台湾の夏の果物といえばライチと龍眼です。ライチについては前回の動画で紹介しましたが、龍眼についてはまだ紹介していなかったのでこの動画で紹介したいと思います。ちょうどいつも行っている果物屋さんで両方同時に買うことができましたので食べ比べてみたいと思います。ライチも龍眼も両方とも少し硬い皮に覆われております。しかしこれらの皮は手で剥くことができるので特別な道具を準備する必要がありません。なのでライチも龍眼も手軽にどこでも食べることができます。これらの果物お店で軽く洗ってくれているのでゴシゴシ洗う必要はありません。でも気になる方はさっと水で洗ってください。ちょっと外観を詳しく見比べてみましょう。ライチの外側は赤っぽい色をしており皮の表面がボコボコしています。一方龍眼は少し黄色い色をしており皮が少し硬い感じがします。こういう風に両方並べると色鮮やかで見栄えがしますね。では中の果肉を詳しく見ていきましょう。ライチも龍眼も手で皮を押すとプルンと中身が出てきます。なので上手に扱えるようになると中身にほとんど触れることなく取り出すことができます。さて果肉の色も見比べてみましょう。ご覧いただければお分かりの通り龍眼もライチも透明感のある白い色をしています。しかしちょっと龍眼の方がより透明のように見えます。さらに中を見てみましょう。龍眼の方が明らかに果肉に対して種が大きいことが分かります。両方とも冷やしておくととても美味しい食べ物なので先ほどから黙々と食べ続けております。ちょっと食べている様子を見てもらえばわかるのですがこの龍眼見た目が龍の目玉に似ているので龍眼と呼ばれるのですけれども、これ見た目だけじゃなくて口に入れた時の種の存在感が半端ないんですよね。噛むとすぐ種に当たります。先ほど見ていただいた通り果肉も薄めで種が大きめなので食べているとああこりゃ龍の目玉みたいだわ、本物の龍の目玉とか食べたことないからわかんないけどという気分になれます。なので個人的な意見を申し上げますと単純に果肉のボリュームと果汁の甘さを味わいたいのであればライチの方をおすすめします。しかし龍眼には龍眼にしかない魅力があるのです。それはこの食感と透明感。龍眼の果肉はライチに比べて緻密な感じがします。なので口に入れた時のプリッと感がしっかりしているのです。ちょっと調べたところライチも龍眼も同じムクロジ科の植物だそうです。確かに果肉の見た目も食感も似通っています。ただし市場で出回る時期がちょっと違うのです。ライチは初夏から夏の真ん中あたりまで7月の終わりぐらいまではよく見かけます。でも8月に入るとライチを置いている果物屋さんが少なくなります。一方の龍眼は7月の終わりからたくさん出回り始めます。台湾に住んでることもあって私たびたびこのように龍眼とライチを食べ比べることができるのですが、この2つをベストのタイミングで食べ比べることはなかなか難しいのです。なのでこうやって食べ比べられているのは非常にありがたい話です。ボリュームいっぱい柔らかくてジューシーなライチとゼリーのような緻密な食感の龍眼、もしこの時期に台湾に来られることがあれば皆さんもぜひこのライチと龍眼を食べ比べてみてください。それではまた。